コミックゆり姫、今週も笹恋のひまりと綿天の星野美也子がお送りします。ひまりちゃんもお菓子作りするんだよね。はい、部活の先輩に教わりながら。そういえば美也子さんって桃花先輩となんとなく似てる気が。そんなことないよ。優しくひまちゃんって言ってもらってもいいですか。ひまちゃん。やっぱりだ。せーの、一人称